どうもおはようからこんばんは、殿でござる。戦国姫5斎藤編、続きをやっていきましょう。というわけで、ついに終わり統一、つまりは織田家を滅ぼす時が来ました。残りは諸畑と鳴海、こっちは三河を統一した徳川家だが、どれだけこの徳川シールドが持ってくれるかだな。今のところは今川を防いでくれてはいるんだが、あとは武田。武田もそんなに広くはないのかな。いや、この辺もあるのか。ただちょっと、ここ、ニラ崎かな、取られていますよ。武田家分断されているのは危なくはないかな。あ、でもこの辺までは来ているんだ。で、今、尾張を取って、で、ちょっと長島ぐらいはね、落としておきたい。じゃないとちょっと守るところが多すぎるんで、一旦ここで防衛できるようにして、こっちは、まあ、近江あたりに進んでいこうと思います。となると沢山城、一応部隊は置いてはいるんだが、まああくまで守りようですからね。でこっちは織田家を攻めていきます。ですからこの吉田様は諸畑で、さらにこちらの黒田官兵衛たちは鳴海。信長さんは2回ぐらい破っているんで、もう兵力は残り100。この段階で織田家を加えることができれば、まあこちらも、まあかなり武将の質上がりますよね。軍資金持ってくれているかな ?221。さあまずはここから。おお、撃って出てこないか。よし!あ、しかも海上勧告に応じた。力攻めだったら城レベル10あるのはちょっと硬かったんだが、お、佐久間信盛、さらには羽柴秀吉、秀吉ちゃんとかちょっとイベント見ていきたいな。お、あとは蜂須賀小六で、内政の高い村井さん、あとは川尻秀隆、お、さらには名人の刀。おやおや、撃って出てこないか。ならば力攻めよ。獅子が力見せて差し上げましょう。ここまで来たらあとは包囲でいいかな。獅子落ちたようだな。みんなご苦労だった。よし、これで織田家を滅ぼした。いいね、織田信長。まあ、一応加えておきましょう。信之ちゃんも強いんですよね。森重も強いな。で、柴田勝家で、バーコードの丹羽長秀。ここまでいったらイベント起きないかな。しかも朝倉は攻めてこなかったな。くっ、攻めきれないか。いや落としたんだがな。いや、互角じゃない。全然ね、こっちが有利だった。いや、相手の方が明らかに多いこともない。逆。あ、そう、このままだと押し込まれる。天城殿、竹中殿がこれ以上の合戦は無用。できるだけ速やかに引き上げるようにと。一体私は何と戦っているんだ。わかった。そのままかけてみんなに引き上げを伝えてくれ。逃げる前に敵に一撃。相手がひるんだ隙に兵を引く。さあ剣魂一滴。お、今度は半兵衛さん、敵が追いすがってくる前に逃げるぞ。兵たちには伝えてあります。今回は完全に敵を見誤ってしまいましたね。逃げると決めたらあとはスタコラかけるのみです。いや、あの展開的には全く逆なんだがな。あ、でもいいね。でもこのイベントスチルだと前の黒田官兵衛と一緒だな。いずれこう向かい合って座ったりするんだろうか。だな、あなただけ馬に乗るとダメだからな。ふう、なんとか振り切れたな。いや、振り切れていないな。いや、はーいって官兵衛さん、しっかりしてくれ。今回私が乗っていたから大丈夫だと思うんだが。ここは戦場を離れた参道だけど。はて、川は
なんかこう取扱い注意みたいな、割れ物注意みたいな感じですよね。川、いやこの辺りに川はなかったはず。そうですか、夢でも見ていましたか、ね、あの三途の川って言いたいのか、どこでどんな川を見てきたやら。とりあえず城に帰ろう。あ、早く走らせていたらダメだったと、申し訳ありません。逃げ帰ってまいりました。あの戦勝報告なんだが。いえ、無事に戻ってくれて何よりです。敵の数も想定より多かったとか。いや、あの織田家と戦を開始して私全部勝っているんですが。はい、どうやら援軍があったようで、数の不利をひっくり返すのは無理と考え、早々に引き上げてきました。あれかな、朝倉のことかな。官兵衛と一徹殿の姿が見えないようですが。官兵衛なら一徹と兵を率いて出て行きました。え、あの二人が水と油ですよ。は、一徹殿と。はい、今が後期とだな。ついさっき負けて戻ってきたんだけど。え、なに、我々おとりだったみたいな。半兵衛さんには心当たりが。はい、官兵衛ちゃんはきっと立ち戦をしに行ったんだと思いますよ。どこに。先ほどの場所に。相馬さんが見事な敗戦を演じてくれたので、敵は勝利に油断していると見て、官兵衛ちゃんはすかさず仕掛けることにしたのでしょう。ああ、その情報あらかじめ欲しかったな。見事な敗戦を演じてくれたとは言うが、じゃあ我々は官兵衛の手のひらで踊らされていたと。あの、危うく官兵衛さん死にそうだったんですよ。はい、そう言って一徹を説得し、あっという間に飛び出していきました。おお、官兵衛から勝ち戦の知らせ。これも相馬さんが負け戦をしたおかげですね。負けっぷりが良かった分、向こうも油断していたようで、楽勝だったと書状にあります。え、それ褒めているのかな。私としてはこのイベント内においては真面目に負けたんですよね。まあどんな形であれ勝利に貢献できたようで何よりだけどさ。うん、なんかこう釈然としないものを感じるな。だな、黒田官兵衛侮りがたし。見た目は子供でも体は大人だからな。いや、頭もか。一緒のことはやっぱり考えているのは、やはり私と相馬ってリンクしているのかな。どうしたんですか、相馬さん。なんかちょっと天城相馬イコール殿みたいな、そんな妄想を抱いていたわ。赤いですよ、熱でも出たんじゃ。まあ、鼻の下も伸びていたか。いえ、そんなことは何でもありません。何でもあの時の感触が頭を離れない。うん、いろいろとずるいやつだ。まあ多分斉藤家と、いや斉藤家と朝倉家との戦いなのかな。まあ、こっちとしては近江を取る前にちょっと長島を取っておきたいんですよね。で、兵士を振り分けることもできるが、新たに加えた武将たちもちょっとね、いろいろ編成していかないといけないんですよね。そうそう、恩賞金、お金ってあるかな。240か。一旦は準備のためのターンとしまして、中性で言うと低いのはこの辺か。グラフィックのある武将では信長さんとか引き抜かれたらやばいから。もっとくれても良いのだぞ。もうこれで9まで上がったか。10か10、え、5か15なんだ。10ぐらい行きたかったんだがな。もう少し色ずいぶん太っ。ありがたく頂戴します。
あとはこういうグラフィックがある部署は引き抜かれたくはないな。これはかたじけない。ではありがとう。もっとくれてもいいのか。へえ。ありがたい。松も喜んでくれるだろう。ここまであったらいいかな。これで105まで低下。一旦武将振り分けはいいとして、経験値もどうかな。レベルが上がるのは、まあ秀貞さんは、まあ一応選んでおこう。あとは一徹さんか。こっちも上がりそうだな。いやだがいろいろ移動させないといけないから、じゃあ林だけ。あまり汗をかくのは好きじゃありませんけど、そんなに強くもなかったな。いや、お、朝倉家が使者を送ってきました。同盟を結びますか。お、これは好機。もちろんです。これで三勢力までは同盟を組めるんで、徳川で武田で朝倉か。でも朝倉も変な勢力図だな。ちょっと飛び地もありますし、そうなっていたんだ。まあでもこれでこっちは近江あたりと、あとは長島に集中できる。一旦は長島を落としたいんで、近江あたりはこの辺は大垣あたりになるのかな。だな、大垣にはちょっと防衛の部隊を置いて、で長島を攻撃する部隊も編成して攻め込むか。硬そうだな。じゃあ諸旗を落とした部隊でちょっと長島にちょっかい出してみるか。城レベル高いな。19って簡単に落ちないぞ。でもここを落とさない限りはこっちの名古屋、あとは角の又も攻められる恐れがあるんで、こう守る方向っていうのは少なくした方がいい。そうすればあの力の敵を防げばいいだけになりますからね。果たしていけるだろうか。一発では無理だな。攻め込んでいますよね。よしよし。あちこち動いているな。今川も動いている。あ、なんか右下赤くなっているな。おと、大丈夫かな。やっぱり守りに入るか。強襲かけて。城を落とすぞ。あ、全然落ちないな。今が好機だ、今が好機だ、攻め込め。これは繰り返しやらないと厳しいな。強襲効果が上昇みたいなスキルがあればなんとかなるかもしれんが。水野俊久、まあ、俸禄1ならば加えておくか。お、石田三成。いたしますわ。ほう、切り込み正宗。あ、普通に仕官してくれるんだ。よろしく。せいやてや。またイベントが起きましたね。お、広い道場に一人。とりゃあ。おお、誰かと思ったら天城殿か。このような時間から一人で鍛錬とは感心じゃな。ふん、その声はクワガタ親父か。一徹殿、別にクワガタとか言ってない、言ってない。誰もいないのをいいことに道場独り占めしていました。いや、そんなところにお前が来るから。子供の自分、外を駆け回るようにして木刀を振っていたのを思い出しましたよ。うん、それが天城殿の強さの秘密かもしれんな。行く様ではどのような体勢で刀を振ることになるかわからぬ。剣術稽古のようにはいかぬだろう。ただ僕と振り回して走り回るだけで強くなれるんだ。いやー、未だに子供っぽさが抜けないだけです。どれ、まだ誰も来ぬようじゃし、わしと組打ちといかぬか、天城殿。おやおや、一徹殿と戦うとお相手いただけるならぜひ。いや、しばらく一人で振り回して遊んでいたかったんだがな。
だな、とてもそんな、そんな生き方はできないわ。煩悩だらけだからな。いい汗をかいたわい。こちらこそいい稽古になりました。まあ、もちろん私が、まあ、圧勝したんだろうな。おお、まあ、シャニムに打ちかかっている孫のような気分ね。こう言ったら叱られるかもしれませんが、楽しかったです。すっかり夢中になってしまったおじいちゃん。わしもじゃ、天城殿の相手をするのが楽しくて、じじじじ顔が赤い。邪魔していることにも気づかなんだ。あれだな、体を動かしたからとほてっているのであって、別に顔が交渉してね、ポッてなっているわけじゃないよな。まったく、天城殿や黒田殿の相手をしているとこっちの気持ちまで若返ってしまうわい。というかだ、若返らんと相手をしておられん。あのね、結構ね、稽古をしてさっぱりしたんだろうな。あの、おじいちゃんのね、あの顔のほてった顔でウィンクされてもね、あの冷めるんだが、いやいや、本当にお若くていらっしゃる。その物言いはわしをジジイだと思っておるからではないか。いや、とんでもないとんでもない。これでもあなたは信長よりか長生きしてますからね。ああ、いや、これは。かまわ、わしがジジイなのは本当のことじゃからな。だよな、煽りまくっているもんな。あ、なんか気にしているのかな。え、相馬さん、どう思われたいんだ。お主や黒田殿を見ておると、つくづくわしは古い人間だと思い知らされる。わしはあの日、黒田殿に言われるまで美濃から遠く離れた国のことなど考えたこともなかった。それを本人にも言ってほしいな。その若さの気に当てられて、思わず天下統一などという夢に乗せられてしもうたわ。斎藤家の三軍師の策にはまってしもうたかな。な、今四軍師ぐらいいるんだがな。まあ、四軍師の中でも、最弱、戦闘で言ったら、竹中、半兵衛かな。いや別に、私がやられたところで、奴は四軍師の中で最弱みたいな、そんなことは言われないとは思うが。別に策を仕掛けたわけでは、迷惑でしたか？いや、おかげで本当に若返ったと思うておる。ジジイのままではお主らの相手ができんでな。気持ちは若返るのはいいが、体は正直だからな。あまり無理はするなよ。黒田殿も竹中殿も子供のようななりに似合わず大したもんじゃ。実を言えば、わしは黒田殿に一目置いておるよ。おお、本当か。黒田殿には内緒じゃぞ。なりは小さいが、広い世の中のすべてを見通そうとしているかのようにゃ。それも遥かに先の時の向こうまで。あのようなことはわしにはできんよ。まあ、じいさんの体だとそこまでついてはいけないだろうな。稲葉山城を取り戻し、美濃を取り戻せたのもお主らの力があってこそじゃ。
お主らが助けてくれなんだら、わしには何もできなかったじゃろう。辰沖殿が放棄するという時な、実はわしも誘われておった。道山様さえ打ち果たせたのだ。こたびもうまくいく、美濃を我らのものにしようぞとな。でも乗ろうとはしなかったんですね。じゃがわしはこたびは義達様を助けた。同じ過ちを繰り返したくなかったからじゃ。助けたはいいが、その後の方策はわしには何もなかった。お主らの助けがなければ今頃は本当に棺桶の中じゃったかもしれん。感謝しておる。一徹殿を感謝しているのは俺の方です。こんなどこの馬の骨ともわからぬものをよく信じてくれたと本当にありがたく思ってます。さて二人みんなでね、一緒にこう城に乗り込んで、私と一徹殿で敵を切り伏せていったからな。おお、悔しかったら強くなれ、そして私を倒してみせようみたいな感じだったんだ。まあでも真実だと、わしが死んだら美濃をくれてやるみたいな手紙を信長にもよこしていたんでしょ。まあ今回この戦国姫5の斎藤編においては逆に織田家を滅ぼしたがな。一徹殿、道山殿、義達殿の父君とはどのような方だったんですか？野心を野心と人に思わせぬような覇気を持った方じゃったな。自分の野心を皆の夢に変えてしまい、共にこの夢を見ようと豪語して人を従えてしまう豪傑じゃった。どうして逆らうようなことをしてしまったものか。あの方の夢にわしも当てられてしまったということかの。申し訳ありません。変なことを思い出させてしまうと分かっていたのですが。いや、構わん。わしはな、天城殿、今の斎藤家が好きじゃ。殿は美濃に収まるどころか尾張取りましたもんね。あ、また交渉するんだ。義達様はあまり欲のない方じゃから、領地を取り戻した後はそれを守って生涯を送ることになるじゃろうと思っておった。じゃが実際には天下取りを掲げて戦場に身を置くことが多い。武人とはかくあるべしと嬉しく思っておるよ。すべてはお主たちのおかげじゃ。なんかそんな顔してそこまで言われるとすごいムズムズしてくるな。じゃが武人とは救われぬものだとも思うておる。平穏を望みつつもなぜか乱を好むたちでもある。わしには辰沖殿を愚か者と笑うことはできぬ。てか辰沖殿逃げたような。あいつまたなんか逆襲みたいなのあるんだろうか。もっとも天城殿のようにいつか天下人になってやろうなどとはとても言えぬがな。いや多分ねそこまでは言っていない。あの天下を取るとは言ったが天下人になるつもりはないかな。日鉄殿、人の夢を笑うのはやめてください。まあもう慣れたかな。あ、好きとかそういう意味の好きじゃないよな。とそんなことを日鉄殿と話したんだ。もう早速もう言うなって言ったのにな。一徹さんは余人にはできない決断をして今の斎藤家を守った方です。
一徹さんが動かなければ今頃半兵衛さんたちがこうしているはずはありません。官兵衛に一目置いているのだよっていうのもちゃんと言ったんだよな。そうだね、いろいろうるさいじい様だけど嫌いじゃないよ私。まあ嫌いだと思っていたら面と向かって言うもんなお前は。一徹殿は官兵衛のことをすごいって言ってたけど、官兵衛も一徹殿がすごいってことを分かってるだろ。なんでそこで詰まるの。官兵衛ちゃんは物事をいろいろな角度から見たり広く眺めることは得意ですが、一徹さんは一つのことを一点からまっすぐ見つめて突き詰める方です。自分にはできないことができる人に憧れを抱くのはごく普通のことだと思いますよ。なんだよそれ、私は嫌いじゃないって言ったの、好きだなんて言ってないし。ちょっと待って、そういう流れはちょっと良くないと思うな。実は官兵衛ちゃんが恋愛的な感じで一徹が好きでみたいな、それはさすがにやめてほしいな。でもちょっと感心したり頼りに思うことはあるでしょ。私にできないことができる頼りがいのある小さまだとは思って。そこまでにしような。結構年齢差に相当差があるとは思うが、さすがに恋愛的な好き嫌いな話ではないよな。あ、思ってるから何？おかしい？いえいえ、少しもおかしくなどありません。そうだな、おかしいことなんてないけど。まあそうやって取り乱す官兵衛を見るのもなかなか相馬さんにとっては面白いかな。おかしくないのになんで笑うわけ。だってなんていうかさ、うろたえているのが面白いね。あら、しばらく笑い続けてしまった。